満点取れたら何でも言うこと聞くわ。取引先の社長令嬢から投げかけられた言葉、ホワイトボードに並んでいる英語の問題は大卒レベルの超難問だ。中卒の俺に解けるわけがない。宴会場にいるほとんどの人間がそう思っていたに違いない。しかし俺は単なる余興になるつもりなどなかった。俺はペンを取り問題に挑んだ。超簡単だ。彼女を救うために行ったこの挑戦が俺たちの未来を劇的に変えていく。俺の名前は高橋健二、職業は清掃作業員。35歳で独身、彼女もいない。しかも子供の頃から裕福とは言えない暮らし。こんな俺の人生を一変させたのは中学の同級生である佐藤優子との再会だった。ことの始まりは俺が佐藤建設の清掃をしていた時だ。この日俺は仕事仲間の田中直人と一緒に佐藤建設の床を磨いていた。直人とは中学時代からの付き合い。貧乏な俺を色眼鏡なしで接してくれた数少ない友人の一人だ。ここって優子の会社だよな。でも彼女見ないな。ああ、一人娘だったからてっきり会社を継ぐものと思っていたがな。よその会社で修行してたりするのかな。しかし靴の汚れ多いよな。俺は床に広がった大量の黒い線を雑巾で拭いていた。マドンナに会いたいか。中学卒業以来見ていないからな。佐藤優子はこのビルを所有する佐藤建設の社長の一人娘。中学時代の彼女は優しい性格で誰とでも気さくに接する女の子だった。木漏れ日のような笑顔を絶やさず男女問わずクラスの人気者。貧乏を理由に煙たがられていた俺にも普通に接してくれた。しかし優子の周りには彼女を慕う仲間たちが常にいて、俺はそれを羨ましく眺めるしかなかった。雲の上の存在だと思っていた彼女だったが、あるやりとりがきっかけで仲良くなることに。とりあえずケンジ、思い出話は休憩中にとことんやろうぜ。ウインクをする彼に俺は額をかいた。そうだな、すまんな。と俺たちは二人揃って優子に恋心を抱きつつ切磋琢磨してきた仲でもあった。床を拭いた雑巾をバケツで洗っていると自動ドアの開く音が鳴った。入り口を見るとビルに入ってきた佐藤社長と目が合う。おはようございます社長、いつもお世話になっております。俺は頭を下げた。いつもご苦労様、ありがとう。社長の優しい笑顔を見ると優子は父親に似たのだろうなと思う。ずんぐりとした作業着の社長が通り過ぎ、続いて高級そうな紳士靴が俺の前を通り過ぎたと思った矢先、その靴が俺の前で止まる。顔を上げると立っていたのは川崎。川崎さんもおはようございます。はい、おはよう。彼は顎を上げて口をへの字に曲げて返事をした。そうかと思うと川崎は鼻をスンスンと動かした後、吐き捨てるように言った。なんかここら辺臭いな。いつもの嫌がらせが始まったかと俺は心の中でため息をつく。彼は俺たちのような汚れ仕事をする人間を下に見るタイプだった。すみません、負けずが匂うかもしれませんね。すぐに片付けますね。直人は機転を利かせ爽やかな笑顔で返した。川崎くん、行くよ。エレベーターから声がかかり、川崎ははいと笑顔で返事をし、社長の元へと足早に去っていった。彼らが乗ったエレベーターのドアが閉まると、周囲は静寂に包まれた。あいつ、感じ悪いよな。俺たちと同じくらいの年で幹部だからって、見下しやがって。俺が口をへの字に曲げて言うと、直人はバケツを手に下げて返事した。なあ、まあ大勢いたら何人かはいるからな。気にしないのが一番だな。なんというか、
お前本当に人間ができてるな。ところで匂うって俺じゃないよな。昨日から着回している作業着を着た俺は不安になってナオトを見た。あいつの嫌味じゃないか。根気にするなって。そう笑いつつもナオトは鼻をこちらに寄せ肩をすくめた。若干、まあ独身男性の香りだな。なんだよそれ。微笑んだ俺は、ふとビルのガラスに映る自分の姿に目を留めた。30代半ばのヨレヨレの作業着を着た男がそこに映っている。その隣には綺麗にアイロンのかかった作業着を身にまとった直人の姿。いい嫁さんだよな。綺麗にアイロンもかけてもらって。直人の作業着に鼻を寄せると洗剤の心地よい香りが漂ってきた。まあな、そんなことよりほらマット交換しようぜ。ああ。俺たちは作業を再開した。まさかこの後優子にこんなヨレヨレの姿を見せることになるとは、この時の俺は思ってもいなかった。正午前、俺たちは3階の社長室前の廊下を掃除していた。やがて室内から数人の足音が近づいてくる。おい、出てきそうだ、端に避けよう。直人に言われて俺は床掃除の手を止めた。するとドアを開けて出てきたのは社長と川崎。また川崎だ。俺は心の中でため息をつく。ナオトが俺の脇腹を肘でつついた。おい、なんかすごい美人がいるぞ。川崎の後ろに視線を向けた俺は彼女に釘付けになった。まるで彼女の周りにだけ清らかな清流が流れているようだ。社長に頭を下げるのを忘れ、俺は彼女に見とれてしまった。川崎がぎどりと俺を睨みつけてきたが、俺はそのことにも気づかない。美しい彼女は俺とナオトの顔を見つめると小首をかしげ、何かを考えるように宙を見上げた。そして驚いたのはこの後、エレベーターに足を踏み入れると彼女だけがこちらを振り返り、俺の方を見て柔らかな微笑みを浮かべたのだ。うっ、俺がすっとんきょうな声を上げるのとエレベーターのドアが閉まるのがほぼ同時だった。俺たちは午前の作業を終え、ビルの裏口から出る。駐車場に止められた自分たちの車が視界に入った瞬間、あの、後ろから声がした。俺が振り向くと先ほどの女性がそこに立っていた。思わず体が硬直し無意識に身を引いてしまった。川崎に匂うと言われたのでなるべく近寄らないようにしたい。なんでしょう。高橋くんと田中くんよね。俺たちはと声を上げた。そうですが、あなたは。わからない、優子よ、佐藤優子。俺たちは二人揃ってポカンと口を開けてしまった。もしかして覚えてくれていないのかしら。悲しそうな表情を浮かべた通学時代のマドンナはあの頃よりもさらに美しくなっていた。長いまつげは艶やかで、整えられた眉とグラデーションのついたアイシャドウが彼女の美しさを一層引き立てていた。女性って化粧するとこんなにも。俺が言いかけるとナオトは肘で俺の脇をつついた。なあ、すまん、なんでもないです。敬語はやめてよ。ここで会ったのも何かの縁だし、今晩空いてたらご飯でもどうかしら。積もる話もあるわ。彼女は時間と場所を指定し、また夜ねと言って手を振りながらビルへと戻っていった。その日の夜、俺たちは赤い大きな提灯が下がる居酒屋を選んで入った。ビールを片手に乾杯すると、美味しそうな料理が次々とテーブルに運ばれてくる。俺はそのかぐわしい香りに思わず大きく息を吸い込んだ。ナオトは周りの騒がしさに負けまいと声を張り上げた。しばらくあの現場で働いていたが合わなかったな。ずっとあの会社に。ユウコも負けじと手のひらでメガホンを作り声のトーンを上げた。父さんの後を継ぐために少し前から秘書になったの。向かいに座る俺はビールを片手に枝豆をつまんでいるふりをする。実際には彼女の声や仕草が気になって
チラチラと目を向けていた。しかし元気そうでよかった。ここだけの話、最初見た時はどこの美人秘書かと思ったぞ。ナオトくん上手ね。ユーコは体をそらして大笑いした。そしていたずらっぽい表情で顔を寄せてきた。ナオトくんたちは変わらないね。この距離感は中学の頃と変わらない。そういえばあの時もユウコはこんな風にいたずらっぽく顔を近づけてきた。あの時の駄菓子うまかったな。俺がボサッと言った言葉をユウコは聞き取り、彼女はあああれねと手をポンと振った。私が当たりのふ菓子をあげたやつよね。懐かしいわね。その頃の我が家はどん底だった。父が借金を抱えて、母と俺、そして二人の弟を置いて出て行ってしまったからだ。家計が苦しい我が家では最低限の食事をとるだけで精一杯。晩飯はご飯と味噌汁、そして野菜のおかずが一品あったらいい方だった。あの時のケンジ君、とてもひもじそうだったのよね。ああ、毎日腹が減っていたな。俺が毎日腹減ったとぼやいているのを見て、ある日優子はいたずらっぽい表情で顔を近づけながら言った。ちょっと寄り道しちゃおうか。何事かと思い彼女についていくと、優子は俺を駄菓子屋に連れて行った。駄菓子で当たりが出たんだ、すごいでしょ。優子は当たりと書かれた駄菓子の袋を嬉しそうに俺に見せた。そしてその当たった駄菓子を俺に差し出した。私はもういらないから、ケンジ君にあげるね。にこやかに微笑む彼女は、俺には五光が差す菩薩のように見えた。俺はきっとあの時から彼女に惹かれていたのだと思う。駄菓子をくれたからじゃない。優しさは当たり前に他人に与えられる、その心の美しさに惹かれたのだ。あの時はありがとうな。俺ははにかみながら額をかいた。それから近況報告へと話題が変わっていく。ナオトくん結婚したんだ。子供二人、幸せそうだね。ナオトの近況を聞いた優子は笑顔で答えた。子供や嫁の話題で会話が盛り上がる。俺も二人の会話には入っているが、つい優子をちらちらと眺めてしまう。彼女の瞳の表情がくるくると変わり、長いまつげが周囲の光を受けて輝いている。このままずっとこの時間が続けばいいのにと思った。ひとしきり話が終わり一段落したとき、ゆう子が不意に俺の方を向いた。ねえケンジ君、英語の辞書のこと覚えてる？突然話しかけられ思考が停止してしまった俺だが、英語の辞書と聞いて思い出した。忘れるはずがない。ああ、俺が英語の辞書を変えなくて、途中で気分とともに声のトーンが下がってしまった。ごめんなさい。何か嫌なことを思い出させてしまったみたいで。ある日、彼女が俺に英語の辞書を持っていないことに気づいた。辞書ないの？と尋ねられ、俺は借金を残して逃げた父親を恨んだ。取り残された母親と俺、そして二人の弟は貧しい生活を余儀なくされていた。最低限の入学用品しか揃えられずに、困っている母を思い、俺は辞書は大丈夫だよ、借りるからと伝えた。実は制服も近所の上級生からもらったお下がりだった。母は目に涙を浮かべて謝った。悪いのは母さんじゃなくて親父だから。俺はそう言って母から目をそらし小さくうなずいた。俺中学卒業したら働くからさ、貧乏はそれまでの辛抱だよ。しかし貧乏だったおかげで、俺はクラスのマドンナと辞書の貸し借りができるようになった。それがきっかけで彼女と仲良くなることができたのだから、その点は良かったと思っている。辞書いつも落書きだらけにして返してくれたわよね。あれは実は、ああいや、なんでもない。あの頃はそのすまんかった。何？歯切れが悪いわね。でも、いい思い出よ。俺は授業中、彼女の辞書に落書きをしまくっていた。退屈しのぎという名目だったが、
実を言うと、その落書きにちょっとした仕掛けをしていた。優子は返事をした後に何かを言いたげな様子を見せた。まさかと思った俺が尋ねようと口を開く前に、ナオトが柱時計を見上げて俺たちに手を合わせた。妻、俺そろそろ帰らないと。え、まだ9時よ。いやー、嫁さんが待っているからな。それを聞いた優子は、ああそうなのと言いながらナオトに拍手を送った。愛妻かね、奥さん幸せだわ。当然のことをしているまでだ。で、お前らはどうする？俺たちは顔を見合わせた。彼女と二人きりでは間が持たない気がした。俺たちも帰るよ。三人で会計を済ませると、ナオトが俺たちに手を挙げた。ユウコ、またな。ケンジ、もう遅いから送ってやれよな。ああ、わかった。うん、ナオトくん、また。ナオトを見送った後、帰ろうかと俺が声をかけると、優子がバッグの中を探り始めた。どうした？ああ、ごめん。家の鍵会社に忘れたみたいで。じゃあ、佐藤建設に行っか。昼も行ったけどな。俺がぼそっと言うと、彼女はバンと手を俺の背中に当てた。ケンジ君、一言多いよ。俺が前によろけるのを見て、彼女は大笑いした。しばらく笑った後、目の端に溜まった涙を拭い、彼女は俺に苦笑いを向けた。ついてきてくれる？俺、家帰っても一人だし、遅くなっても平気だしな。あ、そうね。ケンジ君は一人なんだね。私もよ。佐藤建設までの道すがら、俺たちは再び思い出話に花を咲かせた。ケンジ君は彼女がいたことはあるの？ないよ。生まれてこの方、ずっとお一人様だ。その言い方面白い。彼女のコロコロとした笑い声を聞いているうちに、俺は恋心を抑えきれなくなってきた。英語の辞書に落書きしていたのは実は。でも、私はもうすぐお一人様じゃなくなるわ。え？俺は言いかけた言葉を喉の奥に押し戻した。婚約したの。え、ああ、そうか。引きつった笑顔を浮かべながら、俺は祝福の言葉を述べた。おめでとう、よかったな。うん、ありがとう。お相手は？会社の川崎さん。川崎。俺が身を引くと、優子はんと首をかしげた。ああ、すまん。そうか、彼はエリートだからな。ええ、仕事ができるから、父から結婚相手にどうかって言われて。川崎は優子の婿養子となり、会社を継いで社長に就任するという話が決まっているそうだ。いつ結婚するんだ？会社の慰安旅行で発表して、式は来年の予定。彼女は遠くを眺めながら言った。その様子がどこか寂しそうで、俺は思わず尋ねてしまった。あんまり嬉しそうではないが。ああ、そう。ごめん。乾いた声で答えた彼女に、俺は奇妙な違和感を抱いた。佐藤建設のビルの前に着くと、ポツポツと明かりが灯る部屋が見えた。残業か。もう9時半だが。そうね。忙しいチームが残っているのかも。優子は正面の自動ドアの前に立っていた。ドアが開き、優子が一歩足を踏み出すのを見て、思わずつぶやいてしまった。正面から入るのは初めてかもしれないな。そうよね。我が佐藤建設へようこそ。優子のいたずらっぽい笑顔を見て、俺は心が温かくなるのを感じた。彼女の後についてビルに入ると、エレベーターに乗り込んだ。優子は3のボタンを押した。社長室か。ええ。今日の昼間、社長室で書類を取り出したから、その時に落ちたと思うの。優子は俺を振り向いた後、社長室と書かれた看板のついたドアのノブを回した。俺、初めて社長室に入ったな。掃除はしなかったの？掃除の作業工程表には、
毎回社長室には入らないようにと太字で記されていた。重要書類があるから入らないようにと言われていた。ああ、なるほど。その間に優子は応接ソファーの下に転がっている鍵を見つけた。あった！優子が鍵を握って立ち上がろうとしたとき、入り口のドアが開いた。誰かいるのか？声の方を振り向くと、川崎が立っていた。貴様、ここで何をしている？彼は靴音を荒げながら寄ってきた。そしてそばのソファーの前で、優子が鍵を握りしめて膝をついているのに気づいた。優子。アキラさん、ごめんなさい。忘れ物をしちゃって。二人が互いに下の名で呼び合っているのを聞いた瞬間、彼らが婚約中であることを実感した。で、なんでこの清掃作業員がここにいるんだ？ごめんなさい。彼は私の中学のクラスメイトなの。優子が今までの経緯を話すと、彼は大声を上げて怒鳴った。嫁入り前の女性が男性と二人で夜道を歩くなんて、そいつに気でもあるのか？川崎の剣幕に優子は萎縮した。そんなことないわ。ごめんなさい。さらに川崎は俺に向かって歯をむき出してきた。お前もお前だ。のこのこと社長室に入ってきて、優子と二人きりになりやがって。俺は絶句した。怒りに震える川崎に向かって誤解を解こうと手を伸ばした。そういうつもりじゃ。触るな。汚れる。アキラさん、そんな言い方って。うるさい。神聖な社長室だぞ。清掃作業員はとっとと出ていけ。俺は乱暴に突き飛ばされ、よろけながら社長室を後にした。背後でアキラが優子を怒鳴りつける声が響いていた。俺は一瞬、戻ろうかと厳しさを返したが立ち止まる。そして、それぞれ夫婦の形は違うからなと、心の中でつぶやいた。優子は川崎と婚約している。その事実は、俺がそのまま無言で立ち去るには十分な理由だった。次のビル掃除の時、優子は俺を見ても、ただ頭を下げて挨拶するだけだった。優子と何かあったのか？窓を磨く直人に聞かれたので、俺は社長室で会った出来事を彼に話した。おい、それ優子大丈夫か？大丈夫とは？束縛に独占欲。俺が持っていた案件で一番多かったやつだ。実は直人は元弁護士。彼は中学から頭脳明晰で、大学を卒業後、弁護士資格を取得。しばらくはバッジをつけて弁護士事務所で働いていたのだ。しかし、ある日突然仕事を辞めて、俺の職場に入社してきた。驚いて理由を聞くと、俺には理解しがたい返事が。あの業界の先入観や競争に疑問を感じた。要するに、水が合わなかったということなんだろう。さておき、彼の言う案件とは、離婚裁判のこと。だいたいその手の旦那は、離婚を解読せずに離婚裁判に発展する。裁判。その頃には女性の方は心身ともに衰弱していることも多い。それじゃあ優子も。ふと背後に人の気配を感じ、俺は振り向いた。するとまたもやいつの間にか川崎が。いつぞやの清掃作業員じゃないか。いつも社長に金魚の糞のようについて回っている彼だが、その時は社長の姿が見えなかった。彼は足元の水の入ったバケツを見下ろすと、それを蹴飛ばした。水が床に撒き散らされる。何を？ああ、悪いね。バケツにつまずいてしまったよ。そんなところに置いているから。俺がモップで床を拭き始めると、彼はそのモップを踏みつけた。そんな汚いモップで床を拭くな。川崎は顎を上げて、俺を見下ろす。俺はこの不条理な仕打ちに腹が立ったが、相手は取引先の幹部だ。下手なことはできない。俺が黙っていると、彼は挑発するように言い放った。なんだ、清掃作業員は汚い上に、謝ることもできないのか。ニタニタと笑う川崎を見て、俺は吐き気を覚えた。
黙ってないで謝れよ。床を汚して申し訳ございませんだろ。床を汚して申し訳ございませんでした。俺は力なく頭を下げた。それからは毎週掃除に行くたびに川崎は俺に嫌がらせをしてきた。あいつ検事を標的にしているぞ。担当場所を変えてもらったらどうだ。しかしここに来ると優子がいる。恋する乙女みたいだな。俺は直人の指摘を否定できなかった。優子に再会したことで俺の中にしまってあった恋心に再び火が灯った。ただそれが叶わない恋だということも十分に理解していた。乙女じゃないけどな。俺は苦笑いしながら答えた。玄関から1階2階と清掃を終え、社長室のある3階へ上がった。社長室から声が聞こえる。打ち合わせでもしているのだろう。川崎と優子もいるかもしれない。さっさと終わらせて退散しよう。ああ、優子には会いたいが川崎はごめんだ。俺たちは素早く掃除を終わらせ、掃除道具をコンテナにしまった。行こう。ああ、ナウトとうなずいて一歩踏み出した時、社長室のドアが開いた。中から社長、川崎、部長と続き、最後に優子が出てきた。川崎は俺を見つけ、いたぶる獲物を見つけた野生動物のような表情に変わった。社長、私は少し書類を片付けてから行きますので。ああ、そうかい。じゃあ頼むよ。幹部たちを乗せたエレベーターを見送った川崎は、俺たちを見てにやりと笑った。ゆっくりと歩み寄ると、彼は腕を組み、嘲笑を含んだ声で俺に言った。君、中卒なんだってね。なぜそれを。ちょっと小耳に挟んでね。いやー、中卒か。道理で学のない顔をしているわけだ。優位に立ったことを楽しんでいるかのように、彼は俺をじろじろと眺めた。ナオトが俺を川崎から引き上がすタイミングを測っているのを感じる。しかしナオトに迷惑がかかるかもしれないと思った俺は、川崎にバレないように目で制した。中卒ってこんな顔をしているんだね。ヒヒヒッと意地の悪い声で川崎が笑った。俺がやり返したいのをこらえて下を向いたその瞬間、後ろから声が聞こえた。アキラさん、中卒の何がそんなに悪いんですか？それは優子だった。エレベーターに乗ったと思ったが、すぐ隣の給湯室に入っていたようだ。優子、余計な口出しは無用だ。川崎は不機嫌そうに言い捨てた。今会ったことを社長に言ってもいいのよ。お前、覚えてろよ。負け惜しみはいいから、早く行きましょう。彼女は川崎を連れて、エレベーターへ歩いて行った。ふと、彼女の手元に目をやると、彼女の手はぎゅっと握りしめられ、静かに震えていた。あいつ、来ないのを我慢して俺を。その夜、俺は優子から電話で呼び出された。前と同じ大きな赤い提灯が目印の居酒屋に行くと、先に座って待っていた優子が手招きした。優子は乾杯の後、飲み干して空になったコップをダンとテーブルに置き、頭を下げた。本当にごめんなさい。テーブルに額がつきそうな勢いで頭を下げる優子を見て、俺は体が固まった。彼があんなひどいことを。そんなのいいよ、気にしてない。だって優子に会えたしな。え？びっくりした様子の彼女に慌てて付け足した。あ、いや、ほら、友達の様子が気になるのは当然だろ。ああー、そうね。彼女に会えたことが嬉しくて、つい自分の気持ちを告白してしまうところだった。俺は平静を装いながらビールを一口飲み、その思いを胸の奥にしまい込む。それで直人君から聞いたわ。いつもあんな調子だったって。あいつ、言わなくていいことを。直人君は悪くないわ。私が根掘り葉掘り聞いたの。優子に迫られて汗をかきながら暴露する直人の姿が目に浮かんだ。辛かったわよね。
気がつかなくて本当にごめんなさい。深々と頭を下げる優子に俺は両手を振った。もういいから顔を上げてくれ。父に言ってすぐに辞めさせるから。優子の立場が悪くなるよ。俺の言葉を受けて優子の表情が曇った。その可能性は高いかもしれないわ。優子は泡のなくなったビールを一気に飲み干した。彼、父にとても気に入られてて、なんというか二面性みたいなものがあって。社長である優子の父親の前では、彼は決してボロを出さないらしい。みんなでいるときは私をとても大切にしてくれるの。でも二人きりになると、暴言を吐いたり、癇癪を起こして物を投げたりと大変らしい。しかし、手を挙げることはないという。それがあったら、私も証拠として彼の素顔を父に訴えられるのだけど。消え入りそうな声で話す優子を見て、俺は川崎に対して怒りを覚えた。絶対に結婚しないといけないのか。父が有能な後継ぎを見つけたと、とても喜んでくれているから。覆すことはなるべくは。俺が黙ってコップにビールを注ぐと、彼女はまたそれを一気に飲み干した。少しでも嫌なことを忘れてもらおう。そう思ってやったことだった。しかし、事態は想外の展開を迎える。優子はうつむき、手に持ったおしぼりの角をつまみながら言った。もう少し早く、今のケンジ君に会えればよかった。突然言われて、俺は彼女の方位が分からず戸惑った。それはどういう？ケンジ君と付き合っていれば、こんな縁談も断っていたかもしれない。俺は息をするのを忘れて、口をパクパクと刺した。それを見て、優子はクスクスと笑い出した。やだ、ケンジ君たら池の恋みたいよ。優子がお腹を抱えて笑い出すのを見て、俺も無理やり笑い声を上げる。しかし彼女の様子はいつもとは違って、どこか投げやりな感じがした。優子、ごめんごめん。おしぼりで目尻を拭いた彼女は、改めて俺に向き直った。中学の頃、私ケンジ君が気になっていたの。う。突然の発言に頭の中がパニックになった俺は、情けない声を上げてしまった。ナオト君が体調を崩して、早退した日があったでしょ？ああ、あったかな。それで、私とケンジ君の二人で下校することになって。ああ、いつもみたいに河原で水切りをして遊んだよな。それで、高校生に絡まれて。ああ、思い出したよ。優子が投げた石がコントロールを失い、近くにいたやんちゃな高校生たちに当たったことがあった。当たったと言っても、触ったに近い。その後俺たちは彼らに取り囲まれた。あの時私を後ろにかばいながら高校生に謝ってくれたでしょ。優子が恐怖で顔を蒼白にし立ち尽くしていたのを思い出す。そんなこともあったな。優子を逃がした後で俺はボコボコにされたっけ。優しくて頼りがいのある人だなとその時思ったの。それからケンジ君を見るとドキドキしちゃって。それでねと彼女は続けた。実はこっそり思いを伝えていたのだけど、気がつかなかったかしら。え、いつ？辞書よ。裏表紙の隅に好きですって書いたの。あれは、そういう意味だったのか。あの頃俺は確かにそれに気づいていた。しかしまさか自分に向けられたものだとは夢にも思わず、彼女が単語を調べるために使ったメモだろうと思い、気にも留めなかった。やっぱり気がつかないわよね。いや、だって。優子が俺を見つめる。酒の影響か顔はほてり、目が潤んでいた。言うなら今しかない。俺は思わず口を開いた。実は俺も、その時だ。俺の言葉に重なるように、突如として怒鳴り声が響き渡った。おい、お前、何をしている？振り返ると、川崎が顔を真っ赤にし、仁王立ちで立っていた。優子は彼を見て凍りついた。
アキラさん、どうしてここに。普段こういった店には来ないのに。もしかしたら優子はそれを分かっていて、この店を選んでいたのかもしれない。ふと入り口に目を向ければ、じっとこちらの様子を伺っている女性が目に入る。その女性を見て優子が小さくつぶやいた。丸山さん。のれんの陰でよく見えなかったが、背丈は小柄でウェーブのかかった栗毛の若い女性のようだ。この店は料理が美味しく、女性が好みそうなデザートも豊富。丸山と呼ばれた女性が川崎を連れてきたのかもしれない。一体二人はどういう関係なんだ。そんなことを考えていると、川崎が優子に手を振り上げるのが目に飛び込んできた。婚約中だというのに男と二人で酒を酌み交わすとは、いい度胸だな。俺は慌てて川崎の手首をつかみそれを止めた。もうやめてあげてください。汚い手で俺に触れるな。腕を振りほどかれ、睨みを聞かせる川崎に対して俺は続けた。入り口の女性は何ですか。丸山さんでしたっけ。その女性は川崎の指示を待つようにじっとしていた。川崎が小さく手を動かすと、彼女はその場から去っていった。彼女とは仕事の打ち合わせをしていただけだ。川崎はさらっと言った。その態度に俺は腹が立ってきた。あなたがそんなだから、優子さんは俺たちを頼ってくるんじゃないですか。頼って。優子、お前こんな奴を頼りにしてるのか。優子は黙ってうつむいた。彼女は何も悪いことをしていない。会社を思い、父親を思い、そのために結婚して会社を継ごうとしているだけではないか。川崎、こいつがもっと優子を大切にしていたなら、俺は彼女を諦められたのに。こんな結婚やめちまえよ。俺が婿養子になってやる。思わず口に出てしまった。それを聞いた川崎の顔が歪む。そして大笑いした。お前中卒のくせに会社の社長になろうなんて。優子は立ち上がり声を張り上げた。彼だってやればできるのよ。ただ環境が整っていなかっただけなんだから。そこでようやく静まり返った店内の様子に気づいた優子は、慌てて客たちに頭を下げる。再び喧騒を取り戻したのを確かめてから、優子は静かに口を開いた。もういいわ。結婚の話は破綻にするわ。ああ、今更そんなことを俺が承諾するわけないだろ。今ならまだ。この清掃作業員のせいでそうなったんなら、俺は婚約の違約金をこいつからいただくからな。川崎を睨みつけていた俺は一瞬たじろいだ。それを、二人の弟と母親を養ってきた俺には貯金など一銭もなかった。なんだ、中卒は金なしの貧乏人でもあったのか。それは困ったな。さも嬉しそうに、川崎はわざとらしく思案する素振りを見せた。じゃあ一つチャンスをやろうか。今度婚約発表をする前の余興に出ろ。え、俺でも解けない難題を解ければ婚約発表はしないでやれよ。まあ中卒のお前じゃ無理か。川崎はそう言うと、身を乗り出し俺をバカにするように顔を歪めた。お前の職場の奴らも招待してやるから、せいぜい頑張って恥をかけばいい。次に川崎はそのまま優子に視線を移し、にやりと笑った。問題は優子が作れよ。大卒だから簡単だろ。え？優子が小さな声で答えると、彼は背筋を伸ばし、わざとらしく顎に手を置いた。優子の専攻は外国語だったな。しかし中卒でドイツ語は無理か。じゃあそこは英語で譲ってやる。川崎は黙っている優子を見て、愉快そうに顔を歪ませた。最後の引導ぐらい待たさせてやるって言ってるんだ。俺って優しいだろう。俺は彼の心の醜さに唖然とした。川崎は指を立てて腰に手を当てた。問題は俺が最終チェックするから手抜きするなよ。
優子は弱々しく答えた。わかったわ。川崎はさらに言葉を続ける。それまでは青野と連絡するのも禁止だ。なぜだ？俺の問いに川崎は鼻で笑った。カンニング対策はしないとな。そしてミスったら二度と優子には会えないと思え。で、俺と優子が同時に声を出した。彼はそれを見て悪魔のような笑みを浮かべながら優子の腕を掴んで引き寄せた。帰るぞ。川崎に引きずられるように連れて行かれる優子は俺から視線をそらし悲しげに目を伏せた。俺は優子たちが出て行った入り口ののれんが揺れるのを見つめながら深いため息をついた。何も中卒の俺が大卒の出す問題になんて答えられないに決まっている。俺がもっと高学歴だったら、もし俺が金持ちだったら、俺は今までの人生を恨んだ。次の日、沈んだ俺を見て直人が肩を組んできた。おい、暗いぞ。昨日は優子に呼ばれたんじゃないのか。俺はかすれた声で昨日の出来事を直人に伝えた。すると直人はにこやかに笑った。これはチャンスだぞ。チャンス？問題さえ解ければ万事解決だろ。確かにそうだが、俺には無理だ。おいおいおい、何言ってんだ。それでも男か。このままじゃお前負け犬だぞ。確かにそうかもしれない。優子に二度と会えなくなり、彼女はもしかしたら川崎にひどい目に。俺はその想像に首を振った。勉強なら俺が教える。ノート、まあ仕事が終わってからの少しの間だがな。慰安旅行はいつだ？1ヶ月後だ。仕事を終えたナオトと俺は職場近くの喫茶店へ向かった。ナオトは重そうなスポーツバッグから紙切れを取り出した。まずは今の学力を見るから、これを解いてくれるか。中卒程度の問題だ。ナオトが出した10問に取り組む。全問正解。ケンジ、もしかして英語得意なのか？単語力がある。優子から辞書を借りるために単語をとにかく調べようとしたからだろう。これはどうだ？高卒程度だ。単語の意味は半分くらいなら分かったが、文法で引っかかった。よし、じゃあこの参考書から始めてくれ。俺のオフルで悪いけど。ナオトはスポーツバッグの中から一冊の問題集を取り出し俺に渡した。それから俺は毎日仕事が終わるとナオトと喫茶店に行き参考書を広げた。ナオトは俺に今日の目標を伝えると、その後一旦喫茶店を離れた。勉強している間どこかで暇を潰すのだろう、そう思った俺は深く考えずにその背中を見送った。喫茶店で鉛筆を握り、参考書にカリカリと音を立てて書き込んだ。 1,2 時間ほど経つとナオトが戻ってきた。あ、今日は結構進んだな。ああ、なんだか勉強のコツがつかめてきた気がする。35のおっさんが言うとは微妙だな。ナオトの言葉に俺は思わずうなずき、肩の力を抜いた。勉強を始めて2週間が経った頃、俺はついに高校3年生の参考書を解き終えた。今なら大学入試で英語だけを受験するなら合格する自信があるぞ。確かにこれなら受かるな。英語だけならな。そして次の日、ナオトは大学の英語の参考書を持ってきた。パラパラとめくる。論文レベルだ。俺がため息をつくと、ナオトはそうだなと言いながら軽く俺の肩をポンと叩いた。これが全部できたら次は難問レベルに行くからな。難問レベルの難しさが予測できなくて自信がなくなりそうだ。弱気になるな。お前ならやれるさ。ナオトはそう言うといつものように喫茶店を後にした。慰安旅行の1週間前、俺はついに難問レベルの問題に取り組むことになった。わからない単語だらけだ。専門的な用語も増えているからな。ここからはほとんど単語力との勝負だ。その日から俺は手元に単語カードを用意し、仕事の合間に
単語を暗記していった。勉強を始めてから4回目の佐藤建設の清掃の日、優子が廊下の向こうからやってきた。声をかけたいと思ったが、川崎に見られると全てがダメになる。黙って彼女を見送るしかなかった。ついに慰安旅行の日がやってきた。旅館までの道すがらのバスの中でも、俺は単語カードを手放さなかった。この頃には職場でも宴会の出し物で難問を解くことが知られていた。もちろん優子の縁談がかかっていることは知らされていない。仕事仲間たちは俺の必死な様子に少し引き気味ながらも声をかけてくれた。頑張ってね。楽しみにしてるよ。ありがとうございます。バスでしばらく移動していると、俺はある異変に気づいた。隣に座っているナオトに声をかける。ナオト、どうした？すま、バスに酔った。その後、俺は単語カードをめくることもできず、ただひたすらバスの中で眠り続けた。酔いやすいならバスの中で単語カードを読むなよ。すま、飲み物を、いや、ビニール袋をくれ。そして宿に到着。目がぐるぐる回るのをこらえながら宿に入った。ナオトが俺を支えて歩いてくれた。ナオト、宴会何時からだ？夜6時からだからあと1時間後だ。治るだろうか。その後みんなが温泉に入ったりくつろいだりしている間、俺はひたすら眠り続けた。そして1時間後、いよいよその時がやってきた。宴会が始まる。みんなが宴会芸を披露する中、俺は食事が喉を通らなかった。気持ち悪い。まだ治ってないのか？それもあるが、緊張してきた。頑張れ。最後に俺から、とっておきのメモをやろう。メモ。山間の直人こと俺から、出題の山一覧だ。10問。覚える余裕はあるが。なあ、やるさ。八家と戦いながら、俺はそのメモを記憶した。宴会が大いに盛り上がる中、酒を飲んで出来上がった川崎が立ち上がった。マイクを手に取り、両手を広げて言う。ここで、私から重大な発表があります。賑やかだった会場から、音が減っていく。その前に、最後の余興をご覧ください。川崎は俺のことを、英語の天才と紹介した。よく言うよと俺は思った。問題が解けない俺を笑い物にするための布石にしか思えなかった。やがてホワイトボードが舞台に運ばれてくる音が聞こえた。この裏側に英語の問題が書いてあります。社員たちがやんややんやと囃し立てる中、川崎は人差し指を立てて静かにと囁いた。出題者の佐藤優子さんの登場です。彼女は言わずと知れた社長のご令嬢でもあります。パチパチと会場から拍手が起こった。では、そろそろ高橋君に登壇してもらいましょう。拍手の中、俺は壇上に引き上げられた。緊張で吐きそうになり、頭が真っ白になる。みんなの視線を気にして、下を向いてしまった俺に優子が囁いた。満点取れたら何でも言うこと聞くわ。久々に耳にした優子の声に俺ははっと我に返った。ホワイトボードがひっくり返された。ボードには10問の英語の問題が書かれていた。優子は祈るように目を閉じる。超簡単だ。勉強の効果は絶大で、俺は問題をスラスラと解いていった。数秒も経たないうちに、俺は最後の問題にたどり着いた。すごいな、秒で解いちまった。
あと一問だ、頑張れ。会場からは仕事仲間の声が上がった。最後の問題はなんとナオトの山間メモにあった問題だった。会場のナオトを見ると彼は口の端を上げてウインクをした。俺は最後の問題を解き終えると正面を向いた。ユウコが順番に正解に赤丸をつけていく。赤い丸が増えるたびに川崎の震えが強くなっていった。そして5問目に丸がついたとき、川崎は金切り声を上げた。おい、これはどうなっているんだ。川崎は優子の腕を掴んだ。持っていた赤いマジックペンが床に転がる。優子、お前さてはこいつに問題を教えただろ。川崎の怒鳴り声が響くと会場全体が一瞬で凍りついた。上座にいる佐藤社長の顔も明らかにこわばっていた。さらに川崎は叫んだ。こんな問題、こいつみたいな汚い清掃作業員が解けるはずないだろ。その言葉を聞いて俺の職場の社員たちが不快感を示した。彼らは反感を抱いた目で川崎を睨みつける。これじゃ俺の縁談も台無しだろ。ここで川崎は眉根を下げて優子にすり寄った。優子、あの話はなしにしてくれないか。俺は君がいないと。優子はそれに冷たく答えた。私知っているわ。私と結婚するのは社長の座につくためよね。優子の突然の反撃に川崎はたじろいだ。そんなことは。誰もいないところで何度も怒鳴られ物を投げられたわ。川崎はハッとした表情を見せた後、彼女を睨みつけた。お前、それ以上は。しかし優子はその脅しに屈することなく話を続けた。丸山さんとよく会っていたわね。川崎がぐっと言葉を詰まらせた。彼女が本命よね。そんなわけないだろ。優子、何を言っているんだ。あなたが私を社長就任の道具としか思っていないのは分かっているのよ。彼女が吐き捨てるように言ったのを聞いて、彼はわなわなと唇を震わせた。お前。川崎が叫んで優子に手を出しそうになったのを見て、俺は彼女の前に立ちはだかった。会場が静まり返る中、優子は俺の肩貸しに川崎に冷たい視線を向けた。そして床に落ちた赤いマジックペンを拾い上げると、彼女はホワイトボードに向き直り採点を再開。最後の問題に丸をつけて全問正解と優子が言うと、川崎をホワイトボードに拳を叩きつけた。おい清掃作業員、人の恋路を邪魔して楽しいか。こんなに俺は優子を愛しているのに。よく言いますよね。俺は川崎に詰め寄った。そんな俺に向かって川崎は悲痛な声を漏らした。本当だ。だからこの前言ったことは無効に。俺は黙って懐から手のひらサイズのカセットプレイヤーを取り出した。何が起きたかわからず固まった川崎の手からマイクを奪い、そのプレイヤーに当てた。再生ボタンを押す。アキラ、いつ私と結婚できるの？丸山さん。会場の女性事務員たちがざわめいた。社長の座について優子を追い出したらすぐさ。その声は川崎のものだった。社長が青筋を立てて川崎に詰め寄った。これはどういうことだね、川崎君。川崎はうつろな目をしてその場にしゃがみ込んだ。数日後、俺たち三人は例の居酒屋で肩を並べて座っていた。ナオト、ありがとうな。俺の言葉にナオトはあーと笑顔で返事した。まさかあんな録音があるなんて。優子が愉快そうに言った。実は俺は山間メモと一緒にカセットプレイヤーをナオトから手渡されていた。
川崎をこっぱみじんにする最後の切り札だ。そう言われて俺はそれを受け取った。これを優子に聞かせるのは酷かと思ったんだが。いいえ、ケンジ君、あれはスカッとしたわ。ナオト君もありがとう。それでその後の彼はどう？新入社員の川崎君か。職場で浮いているな。川崎はその後婚約を解消し、会社でも居づらくなって佐藤建設を退職した。彼はその性格のせいで仕事を襟好みしてしまい、なかなか次の職が決まらなかったようだ。挙句の果てに俺たちの会社に入社してきた。見下していた清掃作業員になった気分はどうでしょうね。優子はクスクスと笑った。夜も更けてくると、直人はいつものようにそそくさと帰っていく。残された俺は優子の方を振り向いた。送ろうか。え。俺たちは店を出て二人でゆっくりと歩き始めた。そういえば問題を解く前、何でも言うことを聞くと。覚えていたのね。お礼も兼ねて何でもどうぞ。大抵のことは大丈夫よ。どんと胸を叩いた優子を見て、俺はさらりと言った。じゃあ俺と付き合ってくれるか。優子が目をまん丸に見開いた。嘘。嘘じゃない。前にも言いかけたが、俺。後ろで車のクラクションが鳴った。キャッ。優子が飛び上がったのを見て、俺は思わず大笑いした。優子、やっぱり面白いな。そういえばこの前も。ねえ、さっき言いかけていたのは？バレたか。俺は立ち止まり、優子の方に体を向けた。実は俺も中学の時優子に告白したつもりだったんだ。え？辞書。突然出た単語に優子が困惑する。辞書のラブの欄見たことあるか？記憶にないけれど。実は落書きに混ぜて俺はラブの単語をハートで囲んでいた。見つけてもらえたら告白しようと思っていた。ちょっとそれはあまりにも分かりづらすぎるわ。だよな、すまん。優子、だから今から言う。俺は優子に向き直り、背筋を伸ばして彼女の目をまっすぐと見つめた。優子も緊張した面持ちで俺の目をじっと見返した。俺は川崎のような奴に優子を渡したくなかった。うん。これからもあいつみたいな連中が優子を狙ってくるかもしれない。それを考えると俺はいても立ってもいられない。うん。優子の目が潤み始めた。中学の頃から好きだった。そして今はお前の可愛いところや誰にでも優しいところが愛おしくてたまらない。優子が顔を真っ赤にして下を向いた。真珠のような涙が夜の明かりに照らされて光る。俺は肩をこわばらせ深呼吸をした後、腕を伸ばして腰を曲げた。そして大きな声ではっきりと気持ちを伝えた。好きだ。俺と付き合ってくれないか。俺の手を優子が触る感触があり、彼女のぬくもりが俺の手に伝わる予定だった。しかし思いもよらない返事が返ってきた。ごめんなさい。え。俺はショックと焦りが入り混じって頭が真っ白になった。慌てて顔を上げると、優子は頬を濡らしながら笑顔を浮かべていた。今はダメだけど、一緒に社長の勉強をしてくれるなら。あ、そうか。俺は優子と付き合ったら社長になるのか？そこまでは考えていなかった。俺が焦った表情をしているのを見て、優子はいたずらを楽しむ少女のような瞳で、俺を見つめた。だって私社長令嬢だから。俺はまた勉強漬けになるのか。肩を落とすふりをする俺だが、心の中ではすでに答えが出ていた。頑張れる？俺はその問いに全力で答えた。もちろんだ。その後俺は優子と彼女の父親である社長から社長としての心得や作法を叩き込まれた。それは非常に厳しいものであったが、二人の厳しさの奥には俺への愛情があることを肌で感じていた。
そして1年後、社長からのお墨付きをもらった俺は、めでたく彼女と結婚をすることに。これでこの会社も安泰だなと社長は引退を表明。俺は社長と同様に作業着に身を包み、今日も社長業をこなしている。そして傍らには俺をしっかりと支えてくれる優子が。しばらくして優子のお腹には新しい命が宿った。俺は彼女の体を気遣いながら佐藤建設のビルの自動ドアを通り抜けた。そこで週に一度清掃作業員もしている直人と顔を合わせる。彼の相方としてモップを洗っていたのはなんと川崎だ。彼は俺と優子を見ると分が悪そうに顔を背けた。直人はそんな川崎の肩を軽く叩きながら俺に笑顔でよっと手を挙げる。俺もそれに笑顔で答えた。川崎のやったことは許せないが、そのおかげで優子と結婚することができた。今では彼に感謝している。収入が大幅に増えた俺は父親の借金も全てになった。そのおかげで母と二人の弟は以前よりもずっと多くの明るい笑顔を見せてくれるようになった。俺は優子の支えに感謝し、二人で歩む未来をもっと明るくするために全力を尽くす決意を固めている。気さくで何でも話せる新社長として会社からも歓迎され、俺は会社と優子のためにこれからも努力を怠らないと誓った。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の二人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。